こんにちはデコモ社です。今日はね、レフギコツキーさん、まあ天才心理学者なんですけど、この人ね、もう歩く百科事典みたいな人でして、三十七歳で亡くなってるんですね。十年ぐらいしか研究してないんですよ。 こういうね、早死にした天才っていうのは超やばいですからね。実際ね、すごい人なんですよ。で、この方がね、情動について語ってるんですよね。情動にはね、すごいパワーがあるんですよって言われるんです。そのね、情動ですが、情動と感情って分かりづらいですよね。で、表にしてみました。情動っていうのはね、喜びとか怒りとか恐れとか悲しみとかね、それが一時的で急激に立ち上がってきて、で、身体反応を伴ってるんですね。震えるとかね、涙が流れるとかね。 しして比較的的激しい心的作用をもたらすよっていうわけで感情っていうのはまあ快とか不快とかまあマイルドなんですよ。で一時的でね身体反応も少なくて激しくない心理作用これが情動と感情の違い。 ですね。で、次です。情動にはね、一次情動と二次情動っていうのがあるよっていうわけですよ。最初にですね、落胆したり、無力感を感じたり、寂しさを感じたりするでしょで、そしたら次の情動が生まれるんですよ。憎悪とか恐怖とか、非難とかね、こういう道をたどりますよと。で、そしてね、情動はね、行動を引き起こすんですね。例えばね、まあ、目の前に車が飛び出してきて、強い恐怖を感じますね。その強い恐怖っていう情動に逆らう行動って人間取れないでしょ車が 燃やしてきてすごい怖いのにその車の方に飛び込んでいくとかできないじゃないですかでやったら死ぬしねだから人間ってその情動に逆らうってものすごい難しいんですね次です情動が生まれる環境の問題っていうのが で、まあ、何かにチャレンジしたり、何かをしないといけないとき、それの負荷とか負担が、自分の能力より軽かったらね、自分の能力の方が負担より大きかったら、やる気とか満足感とかね、そういうね、肯定的な情動とか感情が生まれるっていうんですよ。で、自分の能力と負荷がね、釣り合ってたら、別に感情的な偏りは出ないと。で、逆に、負荷の方が大きかったらね、諦めとか弱気とか、苦痛などの否定的感情、否定的情動が 生まれますよって言うんです。じゃあここまで見てきましてね。情動はね事実とか現実とかで必ずその情動が生まれるわけではないっていうことが分かりましたね。自分にかなり影響を受けてるんですね。自分の何に影響を受けてるかというとこれです。自己効力感、セルフエフィカシーっていうものに影響を受けて情動っていうのは生まれてるんですね。そのセルフエフィカシーっていうのを高めたら、ネガティブな情動が生まれなくなるわけですよ。逆にセルフエフィカシーが低かったら。ネガ ネネガガテティィブブなな動動が出て行をということでね、自己効力感、セルフエフィカシーで高めた方がいいわけですね。じゃあどうやったら高めれるんだっていうとこれなんですけど、もちろん実力がないとダメですね。実力もないのにね、自分に自信なんか持てないから。次にね、成功体験ですよ。やはりね、ポジティブな経験がね、裏打ちしますからね。で、次にね、代理体験。これはね、すごい人への憧れとか、以前そういうことをやった人がいるとかね、で、自分もそれができるはず だってそういう感じですね。体験の反復。これ成功体験の反復なんですけど、思い出すことでも、やったことと同じことになるんですよね、脳は。実際にやろうが、頭の中で想起しようが、それ同じことなんで、で、成功体験を反復して、もう思い出す。まあ、イメージトレーニングですね。こういったことを利用して自己効力感を高めていくべきなんですよ。そしてですね、情動とですね、行動と思考のことをもうちょっと詳しく見ていくと、こういう形になってましてね、情動は行動を起こさせるじゃない ないんですが逆にね行動はね情動を引き起こすこともできるんですよ例えばですね舞台役者が演技するときその演技の体の動きで情動を引っ張り出すことができるわけです人間の体の動きとね情動ってね繋がり合ってるんですねでその次にね思考まあ思考は言葉でしますからねそういう人間の思考も行動や情動と関わり合ってるんですよお互いにね連関関係になってるんですねでですねこの情動と行動と思考 その,その奥に、実はまだあるんですね。それが、これ、願いとか欲望みたいなものがあるんですよ。その関係がこれになるんですけどね。矢印がですね、外から自分の脳に入ってきた情報だと思ってください。で、それがね、自分が全く無関心だったらね、そのまま通り過ぎていくだけだけど、自分の願いとか欲望に関係してたら、それが跳ね返って自己交流感のところに行くわけですよ。で、自分の自己交流感でそのことを、まあ、情報処理します。それが、情動とか行動とか思考に跳ね返っていくんですね。 そしてね、情動とか行動とかね、思考っていうのがお互いに関連し合って、身体的反応であるとかね、自分の人生の選択であるとかね、そういうアクションを起こしていくっていうんですよね。ということでね、自分の行動とか思考を変えたかったら情動を変えたらいいんだって、それは思いますよね。だから普通の人はね、この情動をね、抑えようとするんですよ。ただですね、ビゴツキーぐらいの天才になりますとね、そうはいかないんですね。逆なんですよ。制御不能の激しい情動に飲み込まれ、 たにねね必要ななのは、ね、内政では内ででいって言うんですよ強い情動をね抑え込むことじゃないっていうんだよなで何て言うかというと逆にその強い情動を味わえっていうんですよ体験しろっていうんです強い情動の奥にあなたの自己効力感とかさらに言えばあなたの願いとか欲望があるからでしょってそれがあるからあなたに今情動が起きてんだよってでその情動を通して本当の理由を突き止めろっていうんですよ確かに先ほどのね願いから自己効力感を経て 情動や行動や思考に至る流れがあっっったねねととでももそれれてて、ね、逆向きにも作用させれるよってことなんですよあなたの情動や行動や思考から逆向きに自己交流感に働きかけ、そして願いや欲望に働きかけることも可能なんだってことですね。例えばですね、まあ一番簡単なことだとですね、セルフトーク、独りごとですね、頭の中の独りごとも含むんですけど、それを変えろってことなんですね。それを変えると、行動や情動も も変わらざるをえんし自己効力感もそしてその奥の願いや欲望も変わらざるをえんとかねで行動行為を変えろ何かの行動を変えたら全体的に変わらざるをえんっていうねで情動ですよ情動を悪いものとして捉えるんではなくてねそこには必ず意味があるっていうことでねそれをね探るための糸口になってるんだよねと自分の願いや願望に合致する行動とか言葉に対して肯定的な情動を結び つけけるるここととともでできるだろうという、ね、といういいわよねね人間はね情動やでその奥のね願いや願望とかにね振り回される必要ないってあくまでもそれらの主は私自身なんだってことつまりね自分の行動もデザインすること可能だし自分の目標もデザインすること可能であるし自分の幸せとかね本当の願いとかねそういうの全てデザインすること可能ですよでそののための糸口は情情動なんだって情動大 大切にしろっていうことなんですよいや、どうですか皆さん。すごいですね。さすが。早死にした天才だ。こんなにすごいんですよ。で、この考え方は今の各種心理療法とか、コーチング、そしてね、マインドコントロールでね、じゃんじゃん使われてるんですね。てなことで本日の、自分の人生をね、自分の条件で左右されずに、自分で自分の人生航路の舵を取る方法の話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。